ルバーに来てから3年が経った。その間、ありがたいことにたくさんの友達ができた。最近、だんだんと友達がバンクーバーから去っていく。ある人は日本に帰り、ある人は別の場所で次のステップへ進む。素晴らしいことだけど、時々急に寂しくなる。海外にいると必ずこういうタイミングが来る。この日の僕はそういう話をカメラの前でしていた。昼間にちょうど一人ぼっちになって寂しいよっていう動画撮ってたんだけど、動画撮ってますっていうインスタアップしたらね、友達のカイルが今日ちょうど撮影するからおいでよっつって何言ってんの。フォトシューティングすることになりました。そんな感じで、グランビルの撮影を終えて次はギャスタウンに向かいます。グランビルはこんな感じでクラブがあったりとか、まあ、結構にぎやかで、週末はねわーわーしてて、今も消防車来ててなんかこういろいろなんかサイレンも鳴っていろいろぐちゃ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 してるんだけど、次行くギャスタウンはなんかもうちょっとヨーロッパっぽいイギリスっぽい場所なんで、なんだろうな、観光地だし雰囲気いいし石畳だしね、ナイトショットにすごいいいと思います。みんなと一緒にこう撮るっていうのもね、なかなかやらないから普段すごい楽しんでます。Say something, please. Hello.今度ギャスタウンにやってきました。ギャスタウンですごい綺麗でしょ。こっちの方がちょっと綺麗かな。イルミネーションがもう夏だというのにイルミネーションがキラキラしてる感じで、すごい夜のフォトシューティング最適な、通りですよ。旅行とかで、ね、バックバー来たらぜひ夜撮影しに来てください。でこれ向こうが行ったところに蒸気時計とかがあるから、そこまでまず行こうかなと思ってます。撮影終わって、今帰るところです。ギャスタウンの一番向こう側にある三角形のビルがあるんだけど、そこでね ND フィルター使って、ロングエクスポージャーの、長くシャッター開けたやつね撮ってきました。なかなかこうこれまでさっき言った通りあんまり撮影会みたいなのやってこなかったから、面白い経験ができたと思います。また、どっか行った時に撮影したりとか、なんかね夏の間いろいろ撮るって言ったから、アクティビティいろいろやっていきたいと思います。こういうカメラ仲間ができたから、今後ねより充実したカメラライフになるんじゃないかと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。じゃあね、バイバイ。